皆さん、こんにちは。タカチン TV のタカチンです。今回はうちのおばあちゃんの畑でこのミョウガが取れたので、これからミョウガのお味噌汁を作っていきたいと思いますね。用意するのが、このミョウガが 1,2,3,4,5,6,7 つね。それと、お味噌だけね。お味噌とミョウガとあと沸騰させたお湯だけです。では、皆さんのミョウガを、作っていきたいと思います。ね。ミョウガね。どうしようかな。とりあえず、半分に切ろうか。ね。半分に切って。こちらのミョウガもね、半分に切ります。ね。ちょっとね、大きめの方がね、ミョウガのね、食感がいいので、これ大きすぎるので、どうしようかな。切りづらいな。よし。いいじゃないですか。ね。ミョウガね。大きいでしょ、ミョウガ。ね、これ天然物のミョウガですから。うちの。ね、うちはね、ミョウガがね、結構ね、たくさん取れるので、こんな感じでね、ちょっと大きめにね、食感をね、大事にするんですよね。こんな感じでね、どんどん切っていきましょうね。よし、よし、切れた。ね。これは半分にいいか。ね、適当でいいですよ、もう。ね。よし、これで、よし。これも切っとこう。ね、よし、切れた。ね。はいね、こんな感じでね、ミョウガが切れました。ね。そしたら、これお湯だけ。ね、今お湯を沸騰させてます。ね。沸騰させたお湯に、このミョウガを入れていきますね。ミョウガを入れます。私のね、味噌汁はね、もうね、このミョウガの香りを生かしたいので、ね、このミョウガと、あとお味噌だけ、ね、ほんだしとかも入れません。ね、ね、ミョウガはね、どうしようかな、どんな感じかな。茹で時間はね、そうだね、ミョウガって生で食えるのかな。あ、生で食えるよね、ミョウガってね。ミョウガね、ある程度ね、これね、どんな感じかな。沸騰させて、2、3分かな。2、3分、こんな感じでね、ちょっとね、沸騰させたお湯の中でね、泳がせて、こんな感じでね。うわ、すごい。このね、お湯がね、ミョウガの香りがね、すごいいい香りしてきますわ。あー、すげー、めっちゃいい香り、このミョウガね。そしてね、こちらのね、料亭の味ね。今回ね、料亭の味を使っていきます。これがね、最高なんですよね。これね、料亭の味だからね、下手にね、もう素人味を変えないのがいいと思います。いろいろ入れたりするのでね、このお任せでこのお味噌にね、もう出汁とか入ってるのでね、下手にね、いろいろね、入れるよりはこのお味噌にね、出汁とかもね、ご親切にね、入ってるので、ね、お味噌どれぐらいかな、お味噌これ、これぐらいかな、お玉でちょこっとね、もうちょっと入れとこうか、もうちょっと入れる、皆さんね、これぐらい入れましょうか、ね。でね、これ溶かしながらね、これね、お味噌をね、こんな感じでね、一旦ね、火を止めましょうか、ね。火を止めて今ね、ほら、うわー、すごいね、いい感じだね。あ、ちょっと暗くなった、電気つけますね。皆さん、これわかります、これ。うわ、すごいいい香りしてる。ミョウガのね、このね、香りとね、お味噌のね、香りがね、混ざってね、いやー、いいね、いい感じですよ。ほんとにこれ簡単ですから、このミョウガの味噌汁ね、ほんとにうまいでしょ、これはね。よし、いいんじゃないですかね。そしたらね、ひと煮立ちさせましょうかね。ひと煮立ちね、ね、スタートボタン押すね。ちょっとね、ひと煮立ちさせますね。皆さん、これわかります、皆さん、このミョウガ、これこれですよ、皆さん。ほら、ミョウガとお味噌だけね。これがね、本当にね、夏限定なんですよ、うちの、ね、夏限定のミョウガの味噌汁ね。まあいいでしょ、ね、いいじゃないですかね。いいと思いますけどね、沸騰させようか、もうちょっとね、強火でね。そうでしょ、ほらミョウガですよ。よし、いいでしょ、ね。そしたらね、こちらのミョウガをね、盛り付けていきたいと思いますね。味噌はね、取ったらいいんですよね。この暑い夏はね、塩分取れるのでね。ほら、出来上がりましたよ、皆さん。出来上がりましたよ、ミョウガ、ね、ミョウガのお味噌汁完成です。ではね、ここでね、ちょっとね、飲んでみますね。ね、これから飲んでいきたいと思います。声だけね、ちょっとね、聞いてくださいね。最高ですよ、皆さん。これ、このミョウガ。ね、ちょっとね、ミョウガね、食べてみますね。このミョウガをね。うん。
香りがいいね、みょうがね。うん、香り最高。やっぱりね、これぐらいの大きさのがね、美味しいですね。やっぱね、みょうが食べてるよって感じがしてね。うん、最高。みょうが大好きなんですよ、本当に。あのね、自然な味が するんですよね。なんて言うんですかね、土の香りっていうんじゃなくて、なんて説明したらいいかな。ね、本当に何、自然の恵みのような味がしますよ。本当に香りが素晴らしいですよ。取り立てなので、このみょうが、うん、最高。このね、味噌もね、やっぱりこの料亭の味はね、丸米味噌のね、料亭の味はね、うまいです。間違いないですよね。本当に間違いないお味噌ですよね。もう何も入れませんよ、もう自分は。もうだって美味しくもね、こう料亭の味ね、丸米さんね、味噌入れるだけでね、美味しくいただけるようにね。失礼しましたね、途中さっき切れちゃったんですけど、変なボタン押しちゃってね。このね、料亭の味ね、もう最高ですよ、もうこれ。うん、カツオと昆布とね、濃厚なコクと旨味ね、これにね、みょうがの香りがね、マッチして、ほんと最高ですよこれ。うん、最高だよこれね、みょうが。うん、いいね、料亭の味。ほんとにね、もう京都とかね、そういうなんていうんですかね、料亭に行ってね、飲ましてもらえるね、味噌汁って感じですよね。うん、ほんと贅沢なこれね、お味噌汁ですよ。あー、うめえ、最高だよもうこれ、ほんとに最高。みょうが、お味噌がいいですよねこれね、料亭の味ね。お味噌でね、ナンバーワンですからね、すごいですよね。やっぱりうまいってことですよね。うん、ああ、お味噌はうまい。もう味噌汁、もう夏はもう味噌汁ですよ、もうね。熱中症予防とかにね、いいですよ、塩分取れて。でこのみょうがの味噌汁はね、さっぱりとね、飲めます。あー、香りがいいね。あー、最高、本当にうまい。夏にね、この暑いね、味噌汁最高ですよね。暑いからね、汗をかきますけどね、さっぱり飲めるんですよこの味噌汁。うん、ね、塩分も取れてね、塩分控えめかなどうなんだろうね。うん、あー、美味しいね。あっつ、あつ、みょうが、みょうががあつ。気をつけてくださいね皆さん、やけどしないように。ああ、ほんとうまい、止まんないこれ。
ごちそうさまでした。美味しかったです。ではね、皆さんね、次回もね、簡単親父飯ね、続けていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ね、よかった方はね、チャンネル登録とね、高評価ね、ポチッとお願いしますね。ね、最後までご視聴ありがとうございました。たかちん TV のたかちんでした。バイバイ。